ノリジシティフットボールクラブは、イングランド東部、ノーホーク州のリッチをホームタウンとする、イングランドプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。著名な料理研究家、デリア・スミスが役員の一人であることでも知られる。2009年8月18日、コルチェスターユナイテッドの監督だったポール・ランバートが、就任すると、2009から10シーズンは、リーグ1で優勝し、 チャンピオンシップ昇格。翌2010から11シーズンは2位でシーズンを終え、2000年のマンチェスターシティ以来となる2期連続昇格で、プレミアリーグ昇格を果たした。プレミアリーグ復帰初年度の2011から12シーズンを12位で終えた後、ランバートは空席となっていたアストンビラの監督に就任し、後任にクリス・ヒュートンが就任した。 2012から13シーズンはアウェーでの開幕戦こそ、フラムにゼロの後で敗れたが、アーセナルとマンチェスターユナイテッドに対して、ホームで1から0で勝利するなどシーズンを通して、攻殻争いに巻き込まれることもなく、11位で終えた。しかし、2013から14シーズンは18位に終わり、チャンピオンシップに降格した。2017年5月25日、ドイツ人のダニエル・ファルケが就任し、 クラブ創設以来114年の歴史の中で初めてブリテン諸島以外の出身の監督となった。初年度の2017から18シーズンは低迷し14位で終えたものの2018から19シーズンはシーズンの大半を主位で過ごし2019年4月27日ホームでのブラックバーンローバーズ戦に2から1で勝利しチャンピオンシップ優勝と3シーズンぶりの プレミアリーグ昇格を果たした。しかし、2019から20シーズンは、プレミアリーグ再開に低迷し、1シーズンでチャンピオンシップ降格となり、プレミアリーグ史上最多記録となる5度目の降格となった。2003から04、2018から1 9一9 7 1 7 2 1985から86、2009から1 0百9 6 1から62、 1984から85、2019から20シーズンフォーメーションクルルイッチアーロンズに、ジマーマン6ゴットフリー4ルイス12アマドゥ24マクリーン23ブエンディア17シュティパーマン18キャントウェル14プッキー222021年2月5日現在、カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。 インアウト2020年7月7日、現在詳細は、カテゴリー、ノリチシティ FC の選手を参照。ありがとうございます。